SOS 遭難事件は、1984年7月に大雪山山系朝日岳で発生したとされる遭難事件である。1989年7月24日午後、大雪山系の黒岳から朝日岳に向かう途中で、行方不明になった東京都の登山者、男性2名を捜索していた北海道警察のヘリコプター銀霊1号が、 登山ルートから外れた朝日岳南方の中別川源流部で白寒場の倒木を積み上げて作られた一辺約5メートルの SOS という木文字を発見。行方不明の2名はそこから2から3キロメートル北で間もなく無事救助された。北海道警察は SOS の木文字もこの2名が作ったものとみて救助後に事情を聞いたが、2人は木文字については何も知らなかった。 別の遭難者がいたと考えた北海道警察は、翌25日に改めてヘリコプターを派遣して、周辺を捜索。その結果、SOS の木文字の付近から、動物に噛まれた跡のある人骨の破片と、カセットテープ4本、テープレコーダー、リュックサック、お守り、等の遺留品が発見された。人骨は直ちに、旭川医科大学で鑑定され、当初、 20から40歳の女性のものと鑑定された。一方、7月27日にカセットテープを再生したところ、そのうちレコーダー内にあった一本の片面には、ラジオ番組の録音の後に、2分17秒間、一音一音、区切りながら次のように叫ぶ若い男性の声が、録音されていた。SOS、助けてくれ。崖の上で身動き取れず、SOS。 助けてくれ。場所は初めに、ヘリにあったところ。笹深く、上へはいけない。ここから釣り上げてくれ。残りのテープには、テレビアニメ、超軸要塞、マクロス及び、魔法のプリンセスミンキーモモの主題歌や、ラジオ番組等が録音されていた。また、カセットテープのケースには、魔法のプリンセスミンキーモモの切り抜きが使用されていた。SOS の木文字については、 林野町が1987年9月20日に撮影し、国土地理委員の地形図作成に使用された空中写真にも写っていたことが確認された。7月28日に行われた捜索では、新たに頭蓋骨等の人骨、三脚、男物のバスケットシューズが発見された。朝日だ岳では、同年6月と1984年7月に、 登山中の男性が行方不明となる事故が起きていたが、このうち、1984年7月に行方不明になった愛知県江南市の会社員男性の知人から、この男性がカメラを持ち歩いたり、テープに主題歌等を録音していたとの証言が得られたこと、遺留品のバスケットシューズのサイズや、お守りの神社の所在地もこの男性と整合すること、等から、 遺留品の所有者はこの男性に絞られた。一方、人骨は女性と鑑定されていたため、当初、遭難者は男女2名と考えられた。しかし、朝日だけでの女性の行方不明者の記録がなく、女性の遺留品も発見されなかったことや、愛知県の男性は一人で入山していたことから、女性の身元や男性との関係が不明であり、一時捜査や、 報道に混乱をきたした。旭川東警察署は1990年2月28日に最終的に発見された人骨はすべて愛知県の男性のものであったと発表し、遭難者は男性1名であったことが明らかになった。金古岩旭岳の両線部に金古岩という大岩があって同票とされている。しかし、 この岩の近くにはよく似たニセキンコ岩という大岩もあり、誤って、ニセキンコ岩を目印に下山すると遭難地点付近にたどり着く。遭難地点上側の斜面は横倒しに生育する笹原になっており、上部からは株へ侵入しやすいが、株から上部へは登りづらいこと。さらに遭難地点の下側は崖状になっており脱出しにくい地形であることも判明。 このことは、遭難が発覚した数日後、現地を訪れた報道機関の取材班が、遭難現場から脱出不可能な状態となり、救助されたことからも裏付けられた。SOS の木文字は、大きな倒木を積み重ねて作られており、作成には2日程度の期間とかなりの労力を要したと推定された。この木文字は遭難した男性が作ったものと推測されたが、 文字を作るだけのの体力力がががが残残っっっていななら、ら男性が自力での移動、脱出に至らなかった点に至かたた。点疑問この点については、いたずらに動き回って、体力を消費するより、一箇所に留まって、救助を待つ方が良いと判断したのではないかとの、推測や、上述の地形のために脱出ができなかったのではないかとの推測がなされている。また、手塚治虫の、鉄腕アトムに、 この事件と同様に倒木を SOS の形に並べるシーンがあることが指摘された。SOS の録音がされた理由は不明であるが、身動きが取れなくなった遭難者が衰弱して声が出せなくなる前に捜索隊に声が届くように録音したという推測や、このテープがレコーダーに装着されていたことから助けを求めて動いている際に、 偶然スイッチが入って録音されたという推測がされている。2012年、ロシアのトムスク州で男女3人がコケモノを求めて山中奥深くに入り込み遭難。白カンバの幹で SOS 文字を作り救助を待ったところ、たまたま森林火災の消火を行っていた航空機がこれを発見。遭難から5日という短い期間で救助された。 ありがとうございます。